人ということで、ついにこの三島チャンネル登録者5万人を達成しました。いつも見てくださってる皆さん、そして登録してくださった方、本当にありがとうございます。5万人って本当にキリがいい数字で、ついにここまで来たかって感じます。今年の1月はまだ2000人でしたからね。正直5万人は今年の目標だったんで、あまりにも早すぎてビビってます。最近夏なのにあんまり動画出してなくて、勢いがどんどん落ち着いているんですが、またここからギアを上げて勢いを取り戻していくつもりです。そして今回は5万人記念で質問コーナーをさせていただきます。皆さんからサブチャンネルで質問を募集した結果、200件近くの質問が来たんで、被ったものも多いんで8割近く答えていきます。なので今回動画時間めちゃくちゃ長いです。三島チャンネル史上最大の長さとなっているんで、一気見がしんどい方は日を分けて少しずつ見てくださると嬉しいです。基本アニメ関連ですが、プライベートのことも答えています。おすすめアニメや漫画、他にも考察の思いや今後の考えなど、割と重要なものを混じってるんで、ぜひ最後までご視聴お願いします。今後も応援してくださる方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をしてください。そしてこの動画のコメントは頻繁に返すつもりなんで、まだ聞き足りないことがあればコメントの方をお願いします。ではここからは約200個の質問に答えていきます。それではどうぞ。伊藤誠への気持ちは本物ですか？伊藤誠を愛するみたいな言い方やめ。一番好きなオリジナルアニメは何ですか？自分は構成が完璧だった宇宙よりも遠い場所が好きです。ゾンビランド佐賀は圧倒的かな。アイドルアニメだけど、題材がゾンビと佐賀なんですよね。そのゾンビたちはバラバラの時代で、すでに死んでいて、同じ時代にゾンビとして蘇るんですね。だから伝説級のアイドルが同じ時代に同じグループでトップを目指す感じ。登場キャラクターが濃いのと、やっぱ辰巳孝太郎の発言が熱い。本業はどんな仕事内容ですか？やっぱりクリエイティブな感じなのかなって気になりました。僕の本業は2種類あります。まず1つは大物 YouTuber の主に編集です。機密保持契約は結んでないんですけど、名前は一応出さないです。僕の10倍以上登録者がいるアニメ系の YouTuber ですね。今はその方のほぼ全動画を編集してます。そして編集以外にも頼まれたことをしていく感じです。これは個人として仕事してるんですが、もう1つは自分の会社としてやってる編集です。例えば市議会議員の編集だったり、プロゲーマーの編集だったり、 TikToker の編集だったり、いろいろありますが、 YouTube が伸び始めてからはあんまり受けないようにしてます。だから YouTube はその隙間時間でやってるんで、投稿頻度が不定期になってしまう感じですね。リコリスリコイルの物語は最後どんな感じになると思いますか？自分は全く予想がつきません。まあなんやかんやハッピーエンドになる気はする。千里死ぬ説とかいろいろあると思いますが、最終回で滝名の名言は何か生まれそう。一つの動画を作るのに大体どのくらい時間がかかっていますか？これ動画によるんですけど、まず動画を作るためには研究、台本、音声、編集、サムネ、アップという感じに分けられます。できるだけ短く分かりやすい構成にしたいんで、この中でも台本にめちゃくちゃ時間かけてます。最近の動画だとリコリスリコイルの考察なら全部で15時間くらい、シャドウハウスなら8時間くらい、ちなみに見える子ちゃんは1本40時間くらいかけてた。ちなみにサブちゃんは全て直感とアドリブで作ってるんで、2時間もかかってないものが多い。知ってる女性キャラクターで一番筋肉があると思うのは誰ですか？それはもちろんワンピースのミスマンデー。アニメ、小説、漫画、どれか一つだけしか見ることができないとしたら何を選ぶ？アニメですね。僕は基本アニメから入るものが多いです。ちなみに小説は文字が苦手なんでほぼ見ないです。シャドウハウスの好きなキャラは誰ですか？いつも楽しく動画見てます。伊藤誠シリーズ大好きです。それはオリバーでしょうと言いたいところなんですが、原作見たらケイトになってしまうかな。ケイトはほんまにいいやつすぎる。最終回終わったらどのくらいサマータイムレンダーの動画あげますか？あげると思います。ただその頃って秋アニメと被りがちなんで、時間があればって感じになっちゃいます。個人的に春も夏もズバ抜けて一番面白いですからね。特に15話16話あたりが激アツすぎましたね。なぜ今あげないのかは後で詳しく話します。カツラ、コトラーと西園寺世界、どっちが好きですか？推しの子の好きなキャラと好きなシーンを教えてください。どっちも好きじゃないけど、アニメのキャラとして好きなのは西園寺かな。推しの子は有馬かなと迷うけど茜派かな。好きなシーンはネタバレになっちゃうんで、ピーマン体操にしときます。今季最高なリコリスリコイルのキャラでは誰が好きですか？それはもちろんミカじゃなくてタキナですね。タキナって成長が感じられるんで応援したくなりますよね。天宮さんのキャラの中で一番好きなのは誰ですか？迷わず四谷美子。リアクションから表情まで最高で、何よりいいやつすぎる。シンプルに見える子ちゃんという作品が好きってのもある。結局のところ一番好きなアニメは何ですか？ジャンル分けしてもいいです。これは結構言ってるんですけど、好きな作品なら見える子ちゃん一択ですね。なんか謎めいたものだったり世界観のある作品が好きなんですよね。これまで見てきたアニメの中で一番考察しがいのあったアニメは何ですか？これも見える子ちゃんですね。考察でここまで凝った作品はないと思う。化け物考察とかマジで見てほしい。基本的にはアニメ考察しかしないんですけど、原作まで考察しだしたのはこの作品だけですからね。ちなみに最新はマジでヤバいことなっとる。ハイキューの続編映画では漫画のどのくらいまで放送されると思いますか？僕ハイキューはアニメで楽しみたい派なんですよね。なので原作は見てないです。猫魔戦とかずっと気になってますからね。なので続編はマジで嬉しかったですね。いつも伊藤誠シリーズを見ています。質問1、何かゲームをやっていますか？ブロスターは最近ハマってますね。質問2、伊藤誠を知ったきっかけは？いつの間にか知ってた。質問3、アニメはいつも何のアプリで見ていますか？基本的にはアマプラと D アニメ。質問4、スクールデイズで好きなキャラは？以上です。これからも頑張ってください。伊藤誠以外あざす。前職について知りたいです。僕の前職はいろいろやったんですが、まずは三つ星レストランで働きました。それも18時間労働、休みなし、給料ゼロ。これを全て分かった上で入ったんですが、逃げ出していろいろあってからの次は営業。
業、これも超ブラック企業で、休日出勤多めの15時間労働、さらに上司が終わってて、絶対に負けられない男気じゃんけん、絶対に断れない&勝てない賭けゴルフ、賭けという名のお金没収ゴルフですね。会社もゴミですが、上司はさらにゴミ。しかも営業のプロなんで、僕の親は上司をめっちゃいい人やと思ってる。ただこの三つ星と営業でメンタルと体力は鍛えられた。営業の次は東京に無一文で飛び出して、最初の1ヶ月だけ派遣で家賃とか払って、あとはバーで働きながらそこの隙間時間で編集を独学で覚えていった感じですね。でそれが今の仕事になった感じです。この三つ星の話とか詳しく話したら、この世で経験した上で SNS している人いないと思うんで、めっちゃ面白いと思う。実写で話したことあるんですけど、いつかまた話します。伊藤誠の好きなところと嫌いなところ15個ずつ言ってください。15個多いな。まず好きなとこは無理、嫌いなとこはクズ、優柔不断、無責任、言い訳多い、都合良すぎ、クソ、性欲魔獣、彼女大事にしない、なぜかモテる、ゴミ、カス、盗撮、めめし、ヘタレ、脳みそゼロ。普通に言えた。自分と伊藤誠の共通点を5つ言ってください。伊藤誠との共通点は、男で口があり、鼻があり、目があり、体があるということ。ダンスの角に伊藤誠ぶつけてください。ビシャメルソースを作るときに牛乳がない場合どうすればいいですか？普通に水でいけますよ。心配なら出汁入れてみて。でも間違いなく牛乳の方がうまい。アニメにハマったきっかけの作品ってありますか？初めてハマったのはリゼロなんですけど、アニメにハマったきっかけになったのはテンスラ。それを見てアニメって面白いなってなって一気に見るようになった。ちなみにリゼロを見たきっかけはスロットで、テンスラは仕事の都合上アマプラに入ってたんですけど、全く使ってなくてもったいないなって思ったのと、仕事しながらの暇つぶしが欲しいなと思ってたまたま見たのがテンスラやっただけです。ちなみにアニメを見たことで本業の仕事も効率よくできるようになったんで、さらに見ていったってのもある。タイムトラベルできるなら過去と未来どっちに行きたい？現在に戻れるなら未来、戻れないなら過去。はじめまして、早速の質問ですが、メインの背景の猫ちゃんは三島さんの飼ってる猫ちゃんですか？名前と年齢、馴れ初めなんかもよかったら教えてください。僕の実家の猫ですね。名前は柴くん、年齢は覚えてないです。ちなみに他にもロイくんとハンくんがいます。すべて僕の親がいつの間にか飼ってました。柴くんとロイくんは僕が住んでた時に飼ってて、僕が小さい頃は犬が3匹いました。ちなみに僕の実家は猫のためだけにリフォームするくらい猫好きです。 YouTube の収益を止められるか、アニメが一生見れなくなるか、どちらかしか選べないとしたらどっちを選ぶ？これって実質一択で、アニメが見れなかったら YouTube はできないんですよね。なので YouTube の収益を止める一択になります。包丁さばきの練習でキャベツがない場合どうすればいいですか？いや、キャベツになぜか囚われとる。個人的に大根はいろんな練習ができるからおすすめ。あとキュウリは切りやすいからさらにおすすめ。少し前のアニメも含めてこれは見といた方がいいというアニメありますか？暗殺教室まだ見てない方いたら見た方がいいかも。あとデスノートとかも見るべきアニメですね。考察をする上でコツってありますか？とにかくアニメを何回も見ることと、アニメを見ながら情報やセリフをメモにまとめていくと何かしら見えてくるものがあると思う。そしてまとめたことで気になることや知らないことは全て調べる。そしたら自分なりの考察はできると思います。あと上級向けで叩かれるリスクのある考察をするなら、自分が妄想したことや先の展開を予測して、それに合うセリフやシーンを探し出してそこに当てはめていくと、たまにめっちゃ繋がる時がある。あとは人との意見交換とかも大事かも。実写動画今後出す予定ありますか？これ割と今後重要な内容なんですけど、裏でサブチャンネルを最終的に実写メインにするという戦略は立ててます。そしていずれメインチャンネルを起こします。なので実写はサブの方では確実に出ます。ただかなり先の話なんで来年とかにはなると思います。ちなみにメインチャンネルで出すことはほぼほぼないと思ってください。宇宙と深海探索したいのはどっち？深海って限界があるけど、宇宙って限界がないわけ。なので圧倒的に宇宙。余命1週間と宣告されたら残された時間をどう過ごす？とりあえず有り金全て使って余生を楽しみますね。そして会いたい人全員に会いに行きます。リコリコで誰かになれるとしたら誰になる？くるみ一択ですね。あの知能の高さとハッキング能力は現実世界でもいろいろ使えそう。どうしたらアニメと勉強や部活の両立がうまくできますか？メリハリをつけるのが大事。スケジュールをしっかり組んで、この時間はこれって決めた上で、勉強がノリに乗った時はスケジュールを無視してぶっ続けでやったらいいと思う。あと睡眠はしっかりとった方がいいかも。一番好きな女キャラと男キャラは誰ですか？女性キャラはもちろん四谷美子。男はなんやかんやヒロアカのデクが好きかな。スバルの情けないけど頑張ってる感じとかも結構好き。本やテレビ映画の世界の中で生きられるならどんな作品の世界？週末のハーレムの世界っていうのは冗談で、無難にドラえもんの世界かな。もちろん4次元ポケット持ち前提で。無人島に一つだけ物を持っていけるとしたら？掃除機。原作とアニメどっちの方がいいと思いますか？僕はアニメ派ですね。アニメって BGM から声優の声、そして動くキャラ、原作あってこそのアニメなんですけど、アニメの方が手が込んでて好きですね。作品にもよりますけどね。友人から君伊藤誠みたいだねと言われたらどうしますか？また伊藤誠に会えるとしたらまず何をしますか？とりあえずそいつを伊藤誠と同じ運命にするかな。会えるならインタビューして記事にするかな。晩酌とかする方ですか？またお酒のものであれば基本的には何を飲むのですか？ポカリ派かアクエリアス派か、それとも別のスポドリですか？お酒は年に1回くらいしか飲まないです。飲んでもほろ酔い半分。ポカリ派ですね。
ね。年齢、身長、体重、職業教えてください。25歳、166センチ、70キロ。職業は世間では伊藤誠系 YouTuber と言われています。8000兆円のカレー屋さんで撮影お願いします。いや、めちゃくちゃ古参やないかい。8000兆カレーっていうのは、仲のいいインドカレー屋のインド人がいるんですけど、僕が8000兆円という言葉を教えたら、ハマって8000兆カレーと言い出した実写の動画のことですね。実写が成功したらありかもですね。これまでのアニメでこのアニメはすごいなと思ったアニメを教えてください。すごいのはやっぱワンピースになりますね。幼少期からリアルタイムで見てたアニメが未だにトップを走り続けてるってすごすぎるような。しかもその頃に見た伏線が今回収されるっていう。ワンピースはマジでバケモン。今年一番ヤバいすごいアニメは何ですか？現時点ですごいってなったのはキセコイかな。まずそもそもラブコメはそんな好きじゃないんですけど、キセコイだけはガチで完成度高かった。そして同時期放送の鬼滅と進撃より高く評価されてたし、賞も歴代最高数の8個の賞を取ってて、今年これ超えてくるやつあるんかなって感じ。アニメの完成度だけで言うならサマータイム連打がヤバい。ただ秋放送のテンソーマンはガチで社会現象になると思うんで、これにはかなり期待してますね。結論、今のところキセコイが一番すごいと思ってます。今期アニメの中で好きな作品はありますか？好きな作品ならシャドウハウスと彼女をお借りしますかな。この2つは別格で好きな作品ですね。めちゃくちゃ好きな漫画は？アニメ化されてないやつで言うなら、いじめるヤバいやつって漫画はめちゃくちゃ好きですね。サブチャンで紹介してるんで見てください。今期で一番好きなアニメは何ですか？今年だったらシャドウハウスが一番かな。アニメ以外の趣味は何ですか？夏は行ってないんですけど、ジムでスカッシュっていう壁テニスみたいなスポーツがあるんですけど、それがかなり面白いですね。あと水泳とかも行ってました。夏は YouTube 本気出したかったんで行ってなかったのに、なぜか某ウイルスにかかるというね。そのせいで予定が全て狂ってしまった。本当は伊藤誠ネタに飽きてるんじゃないですか？それを言うとそもそもハマってないです。僕が伊藤誠ネタをしているのは、みんなが伊藤誠を出さないと早く出せってコメントが来るんですよ。だからしゃーなし出してるだけなんですよ。伊藤誠に脳が汚染されそうです。最後の晩餐は何を食べたい？パスタ、または大阪のイタリアンのポンテベッキオというお店のコーンスープが飲みたい。ガチでうますぎるから暇な人調べてみて。2020年で一番面白かったアニメを教えてください。まさかの2020年。2020年って僕まだアニメにハマってないんですよね。調べたところ無能なナナが面白かった。何をしてる時が一番幸せ？やっぱ YouTube がバズった時は気持ちいいですよ。もっと評価されるようになりたいですね。弱虫スペシャルで一番好きなキャラは誰ですか？御堂筋くんは好きですね。インパクトがあって辛い過去があって、言ってること自体は意外と芯が通ってて、気持ち的にも一番になりたいだけなんですよね。基本的にほとんどいいキャラですよね。好きな漫画トップ3を教えてほしい。アニメ化されてるやつ入れていいなら、1位見える子ちゃん、2位友達ゲーム、3位シャドウハウス。アニメ化されてない作品なら、1位いじめるヤバいやつ、2位明日私は誰かの彼女、3位神様の言う通り。正直直感で答えてるけど難しい。一番好きな老人キャラは？それはもちろんゴッドマザー。ガチでクソかっこいいです。漫画はどれくらい揃えていますか？僕ほとんど LINE 漫画で購入してるんで、神で購入してるのは見える子ちゃんだけなんですよね。 LINE 漫画で買ったのは50作品あるかないかですね。漫画読み始めて1年経ってないですからね。早口はいつからですか？ YouTube 上で早口なのはそっちの方がウケるからなんで、今年からですかね。普段は普通だと思います。方言っぽさが見えますが、出身地はどこですか？出身は姫路市なんで播州弁ですね。なんでそんなかっこいいんだよ畜生。今日の晩御飯は何ですか？日本語下手ですみません。ちなみに声がかっこいいは現実では言われたことないですね。今日の晩御飯はすき家です。最終学歴お願いします。料理専門学校卒業、実質高卒。自分か自分以外の誰かが死ぬとしたらどっちを選ぶ？自分以外です。ここで自分と答える人は9割が嘘だと思って生きてます。ただ一番大事な人とかになると話は変わってくる。スクールデイズの世界行ったら誰になりたいですか？誰にもなりたくない。まあ伊藤誠以外でお願いします。好きなアニメのオープニングは何ですか？何個でもいいです。ハッピーシュガーライフのワンルームシュガーライフ、カノカリのセンチメートル、メイドラの愛のスプリームと青空のラプソディ、ヨシムダのヤバいオープニング、進撃の巨人のタラララ、エロ漫画先生の独り言、ジャクキャラ友崎くんの人生イージ、ヒゲヒロの思い出しりとり、月刊少女野崎くんの君じゃなきゃダメみたい。ここら辺が好きですね。夜更かしの歌と妖術の解説どうした？夜更かしはマジでアンチがしつこいのと規制がかかりそうなんで、キャラが揃ったらすると思います。妖術はするとは言った覚えがないですね。めっちゃ好きな作品なんですけど、そこまで詳しくないけど、詳しくてもガチ勢が指摘してくるのが嫌なんでやらないです。妖術の一部の視聴者ってアニメを面白いって言うだけで、なぜかあれはダサくだって怒るんですよね。原作が面白いっていう愛があってこそだと思うんですけど、アニメが面白いと思ってる人に対して言うのは違うかなと思ってます。2025年には日本人口の約3分の1が65歳以上になるらしいですが、あなたの好きな班の名前を教えてください。いや最初の振り何？じゃあローズマリーにしとこうかな。伊藤誠から 9.2 万もらえるか、 YouTube 収益が戻る、どちらを選びますか？いやその数字の意味が気になる。まあ伊藤誠からはもらいたくないんで、 YouTube の収益が戻る一択ですね。朝はパン派？ご飯派？圧倒的ご飯。カレーの具材で例えるとあなたはどんな具？圧倒的ご飯。伊藤誠の彼女になるか、殺人の冤罪で5億の借金をするか、どっちがいいですか？僕この世の中で冤罪が一番クソだと思ってます。5億の
借金よりも冤罪が気持ち悪いですね。さらに5億ってもう返すの無理イコール人生終わる。なので伊藤誠の彼女にはなりません。一番好きな恋愛アニメは何ですか？奇跡恋も除けば山田くんと7人の魔女かな。キスした相手に能力を使える7人の魔女が出てくるんですけど、最後の方の展開がかなりシリアスで面白かった。結構古いですけどぜひ見てほしい。動画を始めたきっかけは何ですか？周りからバレることはありますか？実は僕 YouTube 始めるのは3回目で、1回目は高1の時に周りにバレてすぐやめた。次が専門1年の時で、それも同じ理由でやめて、3回目やろうと思ったきっかけなんですけど、ヒカルさんに有楽者まで突したことがあるんですね。その時ツートンの同じ髪型で行ったんですけど、めちゃくちゃ髪対応だったんですね。そこから元々憧れだったんですけど、尊敬するようになって同じように影響力を持ちたいと思ったんですよね。だから専門学校を辞めて、まずは営業をしてトークを身につけて、そこから編集を勉強して YouTube 始めようと思ってたけど、先生に全力で止められて、三つ星を紹介されて、研修でスカウトされて、とりあえず三つ星に行ってすぐ辞めて、そこからは予定通りに進んだって感じですね。ただ実写は正直2年やってうまくいかなかったから、アニメ系に路線変更して一気に伸びたって感じです。でもアニメ系を続けても自分自身のファンってほぼつかないと思ってて、それだと影響力って一生つかないんですよね。だからいずれサブちゃんを実写にするという戦略を立てているわけですね。でもこのアニメ考察や解説は絶対基盤になるんで、そこをおろそかにせずにやっていく予定です。ちなみに今は周りにバレてるんですけど、逆にバレた方が気持ちいいくらいになってます。だってそれってそれくらい知名度が上がったってことやから、バレた方がいいんですよね。 YouTube これから始めたい方で顔出しをする方は、バレてやめちゃう感じなら始めない方がいいかもしれないです。親に見られても、友達に見られても、職場の人に見られても、恥ずかしくない動画を作っていくのが大事だと思います。伊藤誠の質問いくつ来ると思ってましたか？まあ10個は来るかなと思ってたら50個以上来た。どんだけ伊藤誠好きやねん。一番泣いたアニメは何ですか？僕あんまり泣くことないんですけど、暗殺教室の最後はめっちゃ感動した。あと賛否ありそうやけど声の形も良かった。あと最近やったらサマータイムレンドの20話はやばかったな。締めのセリフありがとうございました。まあ、こちらのセリフなんですが。いいえ、こちらのセリフです。ありがとうございます。仕事でどんなことにやりがいを感じる？僕はどの仕事もスピードを命にしてます。料理なら誰より早く作業を終わらせ、営業ならいち早くアポを取って、編集ならどうやったら早くできるか工夫する、その自己記録を達成することがやりがいですね。ちなみに料理で現役で同じ年で僕より仕事早いやつはこの世にいないです。しかもめちゃくちゃ丁寧で音も出ないです。編集も同じ歴で僕より早いやつはほぼいないと思います。それくらいスピードに特化してやってます。10分の1の花嫁という漫画を知っていますか？読むべき。知らないです。今度見てみます。三島は本名ですか？本名です。好きなアニメ制作会社を教えてください。僕動画の紹介では制作会社は説明してますけど、実はそんなに気にならないんですよね。まあ強いて言うなら最近話題のクローバーワークスかな。結婚したいヒロインランキング。結婚にランキングは個人的におかしいと思うんで、一人だけ選ぶとしたら水原千鶴かな。仕事は廉価のですけど、不純行為もないし、他にも役者やってたり努力家で夢もあって素敵ですよね。プライベートは割とおとなしかったり、サプライズには素直に喜んだり、ギャップもあって人間として完璧ですよね。まあこんな人間この世にはいないです。一番好きなロリキャラは？それはメイドラのカンナカムイですね。あの可愛さは反則ですよね。しかも強いし、サイカを守る姿もかっこいい。ちゃんと成長するし神キャラですね。好きな飲み物は？水一択。僕は基本的に水しか飲まないです。好きなアニソン教えてほしいです。さっきオープニングだったんでエンディングでいきます。ハッピーシュガーライフのスイートハート、かぐや様のチカッとチカチカ、ビゼロのステイアライブ、シャドウハウスのナイナイ、他にももっとあるんですけど、パッと思いついたのはこれくらいかな。そう考えるとオープニングってすごいな。好きな YouTuber や芸能人とかいますか？ YouTuber はヒカルとネクステ一択ですね。芸能人は TKO 木下以外です。一番大切な子供の頃の思い出は？小2の時の話ですが、マンションの6階に住んでたんですけど、自販機でコーヒーを買ったら20個くらい出てくるバッグがあって、そんなにあっても邪魔になるんで、6階からコーヒーの缶を落とす遊びをしてたら、高級車に当たってバレて親にボコられて、警察が来て大変なことになったことですかね。他にも小学生でも中学生でも校長室に呼ばれたことがあって、高校でも禁止になって、専門でも停学になってるんで、結構ヤバい人間なんかもしれないです。いつから考察をし始めましたか？去年の12月からかな。みえる子ちゃんの後半くらいから考察を始めました。みえる子ちゃんの家のお父さん幽霊の友達の獣の幽霊の正体は？あれは多分やけどペットとかではなくて、お父さん本人で、お父さんのやり残した気持ちやと思う。だってあれ以来一回も登場してないですよね。お父さんが成仏してないのがマジで謎よな。5等分で一番好きなキャラは？ちなみに僕はライハです。最近までミクだったんですけど、映画見たあたりからニノの方がいい気もしてきた。理想のデートプランは？夏は家でゴロゴロ、そして一緒に飯を作って食べる。これが一番理想。旅行で行ってみたい場所はどこ？今行きたいのは大分県かな。僕温泉がめっちゃ好きなんですけど、別府温泉に行きたいんですよね。なので今年の12月くらいに行くか迷ってます。好きな音楽、よく聞く音楽は？最近はレオナさんをよく聞きますね。他は夜遊びさんとかも好きですね。彼女お借りしますの実写についてどう思いますか？カズヤがイケメンすぎる。どこの主人公やあれ。好きな長編アニメ映画は何ですか？僕は秒速 5cm です。僕は声の形が好きですね。胸クソとも言えるけど、普通に作品としてはかなり完成度が高いと思う。伊藤誠一言クズ。今まで見たアニメの中で一番作が良かったアニメは何ですか？ちなみに私はアケビちゃんのセーラー服です。一番衝撃を受けたのはやっぱ進撃の巨人ですね。あれ超えることそうそうないと思うな。チェーンソーマンがワンチャン越してきそうな気もする。動きじゃなくて綺麗さで言うならアケビちゃんは同感かな。アーニャはスパイファミリーの世界線ではブスなのですか？気になりすぎて伊藤誠しか頭に浮かびません。君は何を言うとんや。脳内伊藤誠か。何歳まで3
タクロース信じていた？信じた以前にサンタの存在を教えられてないです。普通にクリスマスイコール親が何か買ってくれる日だと思ってました。愛とお金どちらが大切？僕はお金な気がしますけどね。愛もお金がなければ消えていくんですよと一瞬思ったんですけど、お金を何のために稼ぐか、それってもし恋人とか奥様がいたらその子のために稼ぐわけじゃないですか。つまり愛のためにお金を稼ぐわけ。この時点で愛が中心になってるんですよね。だから結果愛かなと思います。弾丸論破って考察しますか？考察はしないですけど、弾丸論破は割と好きです。ただ3期はマジで面白くなかった。なぜなら2期がゲームだから見れなくて内容が分かんないんですよね。1期はデスゲーム自体好きなんで良かったですね。伊藤誠を好きなようにできるならどんなことをしますか？本当に何でもあり。絶対に関わらない。何かするなら宇宙に飛ばして存在を消す。タバコ吸い出したきっかけって何？これは専門の友達が9割方吸っててもらいタバコから始まったんですけど、一旦三つ星に入る時にやめたんですね。そして次営業を始めた時に僕以外全員が吸ってて、上司に強制的にタバコを渡されて、もらいタバコを3ヶ月くらい続けてたらそろそろ自分で買えと言われたんで、そこから一気に中毒になった感じですね。五感のどれか一つだけ残せるならどれを選べますか？まあ視覚ですよね。視覚さえあればなんとか生きれる気がする。東京グールって神アニメですよね？神アニメです。これも世界観がいいよな。もし永遠に生きられるなら何をする？とりあえず日記を始めて歴史を残したいですね。あと全ての物事のスペシャリストになります。伊藤誠、実は好きだったりしませんか？ないです。好きなお菓子は何ですか？ブラックサンダー。いつも何系の YouTube 見てますか？基本トークが上手い人の動画を見ますね。例えばヒカルさんとか、これこれ。他にはデュエプレとかブロスタの実況を見ます。学生時代にやっていた部活は？中高ソフトテニスです。都会と田舎どっちに住みたい？お金がめちゃくちゃあるなら都会。今は外出ることあんまないんで家賃的に田舎がいいですね。朝起きて YouTube 開いたら赤バンされてたらどうしますか？もうほんまに絶望する。このチャンネルが僕の全てなんで。でもゼロから頑張ってやり直しますね。好きなアニメのジャンルは何ですか？僕は謎めいたものとか現実味のない世界観のあるものが好きです。あとはデスゲーム系は最高に好き。タイムリープも好きですね。好きな異性のタイプは？ノリが気が合う人で喋りが上手い人は好きですね。伊藤誠も本当にどう思ってますか？本当にクズと思ってます。友達ゲームのドラマどう思ってますか？見てないです。基本ドラマは興味ないですね。個人情報を教えれるものだけ教えてください。住所が大阪府。男と女どっちの方が好き？男の方が気楽で好きですね。そういう意味ではないです。なんでサマータイム連打の考察やめたんですか？これについて詳しく話そうと思うんですが、まず独占配信なんで見れない人が多い。さらに終わってから一気見する予定の人がいるんで内容を話しづらくてサムネも作れない。そしてサマータイム連打は絶対に情報ゼロで見た方が面白いと思ってます。僕は考察や解説をする時のこだわりがあるんですが、アニメの内容をより面白く感じてもらうために作っていて、アニメによって解説のやり方を変えてるんですね。例えばシャドウハウスなら原作の話を混ぜつつ、どこに注目したら面白いのかを話して、キャラの名前を覚えないと理解しづらいのでキャラクターの名前を覚えてもらうように作成しています。友達ゲームなら原作の話は控えめで嘘を混ぜた考察をして、より裏切り者が誰なのか分かりづらくなるように視聴者を疑心暗鬼にするように解説してます。そしてテロップで原作勢しか分からない伏線を残したりしてます。スパイファミリーなら原作の違いだったりキャラ別の感情や能力を分かりやすくするように構成を組み立てて、人気作品なんで差別化のためにネタ考察とかも混ぜて作ってます。キセコイなら原作の話も混ぜつつ関係性だったりキャラの感情を考察したり綺麗な下ネタを混ぜて面白くなるように作成してます。ミエルコちゃんはとにかく徹底的に調べ上げて作ってます。リコリスリコイルは考察者が多すぎるんで差別化のために方向性を曲げて妄想中心に作成。最後の晩餐とかの考察はそういうこと。解説の場合は内容がうまくつながるように工夫してます。このように作品によってやり方を変えることでその作品をより魅力的に伝える意識をしてますが、サマータイムレンドは伏線が多すぎてネタバレや考察のヒントを与えたくなくて話したいことがほとんど話せないんですね。だから考察の途中でやめました。だから飽きたとかではなくて僕なりの考えがあったりいろいろ重なって動画作成をやめました。独占配信じゃなかったら何かしらやり方を試行錯誤して作ってたかもしれないです。伊藤誠と同じ学校だったらどうしますか？関わりません。食べたい悪魔の実は何ですか？スケスケの実以外でお願いします。ピカピカの実ですね。光の速さで大分行きます。秋アニメ何見ますか？チェーンソーマン、ブルーロック、スパイファミリー、モブサイコ、弱虫ペダルは確定で見ます。他も気になるのは多いですね。髪の色は何色が好き？黒色に少しだけカラーが入ってるのが好きですね。シンプルに茶髪とかも好き。血液型とお誕生日と星座を教えてください。 A 型9月4日乙女座。人生最大の失敗は？リップル事件というのがありまして、営業の上司に仕事中に突然ゴルフショップに連れて行かれて、僕は現金がなかったんで強制の借金で15万円分の商品を買わされたんですが、現金はなくて仮想通貨のリップルに15万円分あったんで、それで上司への借金を即返したんですが、その2日後くらいにリップルが超高騰して最終2週間かからずに20倍くらいになったんで、そのゴルフ事件のせいで300万損した気分になったことですね。まあそれがあったから今があると思えば大
OK。 もし生まれ変わるなら何になりたい？自分。アイコンの絵は自分で描いたんですか？これはイラスト学校行ってる SNS の知り合いに描いてもらったやつです。サブちゃんのアイコンも頼んだんですけど、多分普通に忘れられてるんで、サブちゃんのアイコン描いてくれる人募集。子供の頃に見ていたアニメは？家庭教師とマンリボーンですね。リングとか買ってリボーンごっことかしてましたね。家族構成を教えて。父、母、姉、三島。僕のことを1分間褒めて。コメントの数がすごい。50個以上コメントしてくれとる。半分くらい使わせてもらいました。その質問を一斉にする能力は何かに活かせると思う。でも他に全く情報がないから考察すると、この質問から承認欲求が強いタイプとわかる。承認欲求が強い方は意外と自分に自信がないと思うんですけど、この大量に質問ができる能力は、人と会話するときに次々と気になることが聞けて、もし聞き上手になればどんな仕事でもうまくいくし、交友関係もうまくいくと思います。なので自信持ってください。探求心もあると思うから知識もあると思う。大量のコメントありがとう。 YouTube は収益のため、自分の趣味のため、どちらでやっている？いや、また木更木くんやないかい。いい質問するね。 YouTube は趣味が収益になるんです。つまり両方という答えになります。趣味も3年続ければ仕事になるということ。先月の YouTube の収益は？ネット情報では97万らしいです。番が怖いんで本業を混ぜた僕の月収を言うと50万くらいですね。ちなみに4月は90万くらいいった。今月は投稿してなさすぎてピンチ。とりあえず玄関今日は防音がなくて、友達と住んでるんで、友達がいる間は撮影できないんで、今年の終わりに引っ越しして YouTube の環境を整えようと思ってます。来年はマジで無双します。アンチの対処法教えてください。アンチは無視が一番いいと思う。あとコメント整理は大事みたいですよ。アンチはアンチを呼ぶんで。と言いながら僕はアンチにめっちゃ返信してて何回も争ってるんですよね。なのでこれをきっかけにこれからアンチは無視します。そして気持ち悪い方は一生コメントできないようにすることを決めました。割とアンチはストレスになりますからね。もしこの動画にアンチ来たら、むしろファンやから許す。初恋の相手は？まず初恋の定義から話したいんですけど、小学生の時とかの好きって可愛い、気になるってだけで、実際に好きとは何なのか考えたんですけど、その人のことしか考えられなくなって、ちょっとしたことで嬉しくなったり、一瞬で辛くなったりすることだと思うんですね。一種の洗脳みたいなものですね。それで言うなら高1で入学式で一目惚れですね。芸能人レベルの子が一人いて、1年の時はずっと LINE してて結構仲良くなって遊んだこともあるんですけど、結果在学中3年間片思いでしたね。休みの日は何をしている？休みの日は家でも出かけても漫画を読むようにしてますね。正直今年はマジでほぼ休んでないんで、9月は2日くらい実家に帰りたいですね。伊藤誠と結婚してください。無理です。伊藤誠どう思いますか？クズ。幽霊はいると思う？幽霊はいますよ、マジで。伊藤誠帰れ。どうもあれですか？老眼ではないですね。最近買ったものは？セーブ入れの天然水です。婚約してる？してないですが、20代が終わるまでにはしたいですね。アカウント名の由来は？僕の名字が三島なんですが、三島ピリオドとなってるのは三島だけだと登録できないんで、仕方なしにピリオドを入れた感じですね。貯金いくら？100万円。半年前までずっとゼロでした。子供はいますか？いないです。もし宝くじが当たったら？とりあえずいい家に住んで環境を整えて、編集者も雇って会社を動かします。そして僕自身 YouTube だけに専念できるようにして、アニメ系界隈でトップを狙います。本気で YouTube だけに専念したらいける気がする。どこからが浮気？恋愛感情が入った上で触れたらアウトですね。感情がなければ何か理由があるはずなんで大体セーフ。最近見た映画は？最近は見てないんですが、最新でヒロアカの映画。デクのあの出血量で生きてるのはヤバすぎた。ワンピースはまだ見てないから見たい。タバコの銘柄何ですか？オプション号の赤ですね。今後伊藤誠を超えるクズって現れますか？不可能。持っている漫画教えてください。何回か漫画の話はしたんで、最近全巻購入したのだと1年 A 組のモンスター。最初はそこまでなんですけど、後半になるほど黒幕が出てきたり、徐々に面白くなっていきます。サブチャンでの漫画紹介また再開しますね。メガネかけてる？普段はかけてないですが、車の時だけかけます。編集の時もたまにかけます。座右の銘は？時は過ぎ去る。どんな嫌なことも時間が経てば終わります。この言葉を持ってれば大体何でもできます。私のこと好きですか？ Google にはお世話になってるんで好きですね。お友達の折り紙キング実況まだですか？いや、めちゃくちゃ子さん。これも実写の友達がスイッチを買ってきたという動画です。 S? M? 三島なんで M です。伊藤誠を1から100で例えるとどれくらい好きですか？-110。最近嬉しかったこと？やっぱ友達ゲームの作者とミエルコちゃんの作者に認知されたことですね。アニメ系の動画を出してて、これ以上に嬉しいことはないですよね。友達ゲームの作者に関しては立場的に紹介できないけど、探してみんなも見てほしいと言ってくれましたからね。好きなゴーヤチャンプルー？好きなゴーヤチャンプルーはゴーヤ抜きゴーヤチャンプルーですね。ジョジョ何部が好きですか？4部が好きですね。学校系のアニメが純粋に好きなのと、シゲチーが活躍するんでそれもあります。伊藤誠への愛を5文字で教えてください。アニメ、漫画以外に好きなものを教えてください。まあ一番は YouTube が好きかな。むしろアニメより YouTube の方が見ると思う。他はやる機会ないけど、テニスは好きですね。あとダーツとかも割と好き。スクールデイズのゲームを実況する予定？一回考えたことあるけどないですね。 YouTube バンされそう。伊藤誠に対する好意を例えると？クズとして極めてくれることに対してはいいと思います。伊藤誠の好きなところ5選ないです。伊藤誠で読書感想文クズ ×200。 考察アニメで一番手応えがあったのは何ですか？手応えを感じたのはキセコイかな。やっぱ再生数を30万再生とかバンバン取ってたんで、評価されると
と手応えはありますよね。キセコイって本来考察する感じのアニメじゃないと思うんですよ。そこをうまく広げて伝わったのかなと思います。あと一番感情を込めて作ってた気がする。最終回とか考察で泣いたって人が結構いて、一本だけを考察してたから時間をかけれたのも大きかったんかも。秋は何しようかな。伊藤誠と一番似合ってる彼女は誰だと思いますか？伊藤誠に似合う彼女なんていないですね。強いて言うならミスマンデー。伊藤誠から学んだこと。正直学ぶことはありますよ。伊藤誠の存在を知ることで、こういう人になったら残酷な運命になってしまうんだな、浮気っていうのはいけないんだと強く再認識できるし、義務教育にはいいんじゃないかな。受験へのやる気をどうやって出せばいいですか？受験大変ですよね。これは高校なのか大学なのか分かんないですけど、なんでそこの学校に行きたいのか。受験をする明確な目的があれば自然とやる気は出ると思う。目的や夢ってやる気につながるんですよね。でもそれって難しいと思うから、根本的な出し方を言えば、やる気ある仲間を作って競ったり、僕だったら感動するエピソードとかを見たら感情的になれるから、その勢いで自分も頑張ろうってなったり、今日は何時間勉強したとか毎日スマホとかでメモしたりすると、それがモチベになったりするかも。あと受験を重く考えすぎないのも大事かも。受験で人生は変わるけど終わるわけじゃないんで、本番って緊張して実力が出せなかったり、お腹が痛くなって焦ったりもするんで、常に明日受験でもいけるぜっていう気持ちで挑めばいいと思う。頑張れ受験生。伊藤誠について簡潔に述べよう。クズ。伊藤誠のアニメっていつやる予定ですか？これは10年以内くらいかな。正直勢いで行ってみたはいいけど、伊藤誠モチベが最近ないのと、伊藤誠の動画だけは時間を使わないっていうこだわりがあるんで、突然思いつけばって感じですね。あなたにとって伊藤誠とは？クズ。伊藤誠かクズ、どっちが嫌いですか？いや、伊藤誠の質問多すぎるやろ。伊藤誠です。私は誰？動物愛護人です。今後の目標をどうぞ。次は来年の春までに10万人を目指します。そしてサブチャンネルを今年中に1万人、まだしてない方はチャンネル登録はマジでモチベにつながるんで、ぜひこの機会によろしくお願いします。そして次が最後から2番目の質問になるんで、ぜひ高評価の方もよろしくお願いします。いつも見てくれてる視聴者に一言。マジでいつもありがとうございます。この一人一人が見てくれるだけで嬉しいし、5万人の方が登録ボタンを押してくれてのは本当にすごいことで、本当にありがたいです。そして少し先にはなりますが、引っ越しをして環境が整えば視聴者との交流も考えていて、生放送やツイキャスも視野に入れてるんで、 Twitter の方もぜひフォローお願いします。今回の動画クソ長かったと思うんですが、最後まで見てくださりありがとうございました。では次が最後の質問です。いつもお世話になってる伊藤誠に一言。いや、お前最後に来んな。